今日の県内は一日ぐずついた天気になりましたが、幸手市の権現堂公園では色とりどりのアジサイが見ごろを迎え、訪れた人たちを楽しませています。幸手市の権現堂公園桜堤には100種類以上、およそ1万株のアジサイが植えられていて、園内を濃淡さまざまな青や紫、ピンク色などに彩っています。権現堂公園のアジサイは NPO 法人幸手権現堂桜堤保存会が、桜の季節以外にも権現堂の桜堤を楽しんでもらおうと1996年から植え始めました。保存会によりますと、去年秋から冬にかけて雨の量が多かった影響で、今年は例年に比べ1週間ほど早く咲き始めたということです。今日は雨が降ったり止んだりのあいにくの天気でしたが、訪れた人たちは鈴なりに咲くアジサイを写真に撮るなどして楽しんでいました。権現堂公園では今月25日まで幸手アジサイ祭りが開かれていて、今週末が一番の見頃ということです。